俺も決めたから。出たー、レベル25に上がった。騙し討ち覚えたんだ。どうしようかな、砂かけ忘れよ。違う、電光石火忘れてダメ。ナイス、ダメ押し、ダメ押し。アヤピカは強いからな。お湯打ち消すか。オッケー、暗記で決めたらいいのにって。いやもういいでしょもう。わーっと、イリュージョン解けたぜっていう。どうしよう、転がれ普通に外してもね、ゾロアしかいねえじゃねえかここ。よし、転がるパワーアップしたら嬉しいね。いとっちゃ、お倍速、うー、いくぜ。い、小刀は幸せリボンを拾った。幸せリボンってのは歩くたびに経験値が入るっていう伝説のねアイテムなんですよ。いいアイテムなんですよ。要はこれはゾロアをいじめる会か。あ、守るとかしてきたやつ覚えとけよ。ゾロアの洞窟なのかな。あ、幸せリボンだ多分。絶対転がる転がる、痛い痛い痛い、転がる、つえなマジで。ほら俺も転がったろ。ダメ、みんな回避玉。まだゾロアだそんな出ます。よし、どうしよう、幸せリボン装備する。こだわりリボンってあるけど、いや、幸せリボンを渡す。ブラッキー、ブラッキー幸せになって、お前の分まで俺は幸せになるわ。ブラッキー強いね。ブラッキーはね、 いるだけでエースだよ本当。だって普通に殴れんもん、普通に殴れるもん、ダメージ2桁出るもん。それだけで感動するよねぶっちゃけ。13回いきます、もうガンガンいくよ。降りてきます。追い出される、悪いな。さて、お、ちょっと待って、みんな柱あるよこれ、柱すごい、宮殿これ。いくよ、絶対この先なんかあるよ。あれ、急に暗いとこ出てきたよ。みんな大丈夫？ああ大丈夫だ、こっちも平気。でもゴリ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 、なに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 、なに、ゴリゴリしてる、ゴーリキ今の音。ゴリ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 、なんか擦れてるような音だけど俺じゃない、ゴリダラってじゃないよ。みんな気をつけろ。俺が大好きなポケモン。こいつ強い、鉄の拳のね特性が強いよね。こいつの足音なの、ゴリ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 。あ、後ろも囲まれてる。ちょ待ってよ、これずるいってお前。ミニスカートポケモンだよこいつ。あ、戦うの？ニコちゃんメンテナンスで入会できないって。じゃ終わったら入会して。じゃあみんな待ってるよ。フリージュをとりあえずやっつけろ。普通に効果がないみたいだ。やべやべやべ、上ピンチ、残っち死んだなんかナチュラルに残っち死んだけど大丈夫かな。復活の盾使ってないけど誰か死んだ。ブラッキーも死んだ。え、やばいってこれ。まずい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 、フリージョ強くね。何が起こってんの。ゴルグは無双して、ゴルグ強えマジ。よし、やっつけた。俺も行くぞ上に。
みんな、頑張れ。痛い、俺も、ちょっと、死んだ。は？いや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 、ちょっと待って待って待って、手持ちの道具見てみましょう。あー、道具はあんま減ってないわ。ちょっと待って、何今の、なんか一瞬で死んでんけど、一瞬で死んだんやけど。これ次回作にご期待くださいな。あ、マジカルリーフだけにするとかね。確かに。うわー、どうしようこれ。もうリセなしでいくよこのまま。強かったねあいつ。強敵だったわね。万人なのかしら。危ないとこだったが、あそこなんとか突破したいな。種系持っていくか、ちょっとアイテム。でも残っちが絶対死ぬから、なんかいらねえと思うんだよね、なんか。変なのは。みんな回避玉とかいりそう。復活の種は、2個ぐらい持っていって、みんな無敵玉？みんな無敵玉絶対強いじゃん。勝った。ごめんなみんな、俺の勝ちだ。いきます。ダンジョンへ。瞬殺された豚をどうにかしないと。いや、豚は強いよ。悪ジェね。おう、 V ヘイブの効果で今強いんだからな。ほんとボスで弾使えるの、使えんじゃねえの。昔のポケダンでしょ、使えないの。このポケダンはきっと使える。時闇だけだよね、使えないのって。何こいつ騒いやがって。あれ3匹しかいないけど、ポケモン。あれ3匹しかいないけど、なんで俺3匹で来たのここに。おーいなんでやねん。別にええけどさ、困らんから。余裕が垣間見えるでしょ。痛い。クソ、転がるクソ野郎どもめ。敗北確定。いやでも結局は最後6人パーティーになるから大丈夫だ。よし、無限に行くぞ俺は。ブラック PT だと気づかれて逃げられた。なんでだよー。なんか あったかも仲間かのようにお前いるけど、やっつけてやるぜ。わっ、ねこいつ強えなマジ。なんかアイテムいいのを拾って回収しときたい。穴抜きの弾いらねえな。もうなんで脱出しなきゃいけねえんだよな。余裕かまして大丈夫。いや だって今回みんな無敵玉ってやつあんだよ。みんな無敵だよ。もう負ける要素ないじゃんそんなの。出た、もうここからボスやと。みんな心してかかれよ。行ってきます。みんなー、今度こそ突破だ。うん、頑張る。気をつけてくるよ。うわーん、やっぱゴルーグちゃん強えよ、フリージオと。さあ、ここからだみんな。じゃあ、まず、技はね、ビリジオン。技変えたいと思います。マジカルリーフ。のみにしましょう。で、道具使いたいと思います。みんな無敵玉。無敵だー。最強。行くぜ。また囲まれてんのかよ。確かに、なんでまた囲まれてんだってやつやな。引くわけねえだろ。無敵だぞ俺たち。よし、フリージョやっつけた。フリージョ2体やっつけた。あと上だ。
ゴール。変われ、お前。あれ、変われない、あいつ。変われない。嘘。こっち行くしかない。いいぞ、いいぞ。結構無敵長くない？よーし、強い。踏ん張りでゴルフ倒れなかった。最強！無敵のまま勝ってしまった。ノーダメだぞ。負ける気がしないな。なんとか追い払ったな。ひー、寒い寒い。今のは風？風が鳴いてます。え？風が吹いたか？ここは氷で覆われたドームの中。屋内だぞ。風？ドームでもこれだけ大きければ空気も動くことがあるんじゃないかしら。感じたよ、風。あの風、鳴いてました。くぅ。チートやんけって。いや、チートじゃないよ。俺のセンス。僕も、この先に向かって流れてたよな。きっと上へと続く道だな。行ってみるか。さあ、まだなんか先があるのかな？行ってみましょうか。ケルディオいるのかな？うわ、なんかいいね、この雰囲気。空気薄くなってきた。また。のこっち大丈夫？うん、大丈夫。待たせてごめん。早く行くぞ。中二病舞台みたいな。あ、エフィは。はあ、水だらも、はあ、はあ、先は、まだか。変だな。みんなの息が荒いぞ。ヴィレジオン？え、みんな、え、俺だけ気なんもないんだけど。ちょっとお前ら、やめろよ。そうやって俺を騙そうとしても。え、なんか、苦しいんだけど。どうして？なんでだろう。わからないよ、ダイダラ。ダイダラは平気なの？え？俺強いからさ。そっか、よかった。みんなは動けない。やっとここまで来れたのに。でも苦しくてどうにも。あ、死んだ。どうしたらいい？急にあたりが暗く？え？うわー！うわー！こいつ伝説のポケモンやったっけ？何やったっけ名前。やべ、無理やってこんな。いや、無理やってどう考えても。待って、キュレムか、これ。おい、待ってて、無理やろ。指導口の暴力、考えろ。俺がみんなを、守る！ここは？あれ、みんな大丈夫？水だら？あ、みんな起きた。よかった。ここは？俺たちさっき戦ったとこ？まさか、助けてくれたのか？あなたは、一体？我の名は、いや、我の名は、キュレム。あら。ここ、グレッシャーパレスを司るものだ。俺、そういや、ブラックホワイト2やってなかったんだよな、確か。だから、あんまキュレム知らねえんだよね。言い直すな。すいませんでした。キュレム？キュレムって、イニシエのポケモンと言われたあの？お前たちが行こうとしたところは、禁断の場所。決して近づいてはならん！え、何禁断の場所って？あそこの先は、巨大なパワーが渦巻いている。我にも近づけないほどのパワーがな。お前たちがここへ来ることは予知していた。あそこに入ったら最後。二度と帰ることはできなかったろう。え、ちょっと、待って。予知って言ったけどさ、来ること知ってたってこと？そうだ、我には未来の行く末がわかるのだ。各地で何が起こるのか、この後世界がどうなっていくのか、その全てを我は知っている。そしてここグレッシャーパレスで、遥か昔からその未来をしかとじっと見守り続けてきた。キュレム？このポケモンは予知能力を持ってる。いや、めっちゃすげえじゃんこいつ。世界の行く末を知るほど？この先行くことは許されない。これ以上の冒険は無理だ。引き返すがいい。わかった。こう先に行っただけで倒れるとは思わなかった。約束する。行かない。
でもその代わり教えてくれ。大決勝あるか？ある。プレッシャーパルスの周辺の物体を浮遊させているのも大結晶の力だ。わかった、ありがとう。一つ聞かせて。ケルディオというポケモンが来たと思うんだけど。いや、来ていない。来てない。外から来たポケモンはお前たちが初めてだ。絶対嘘でしょ。もういいだろ。書いてた。グレッシャーパレス21ってなんやねん。多くの試練を乗り越え、よくぞここまでたどり着いた。それは賞賛に値しよう。そこにあるものは我からのご褒美だ。受け取るがいい。やったー。何、宝物くれたんだけど。いいやつじゃん。ミミック最悪じゃん。ケルディオがここまで来てなかったってどういうことだろう。フリーズムの残した場所から来るまでの間、何かが起きたということ？僕、ケルディオは来たと思うのに、一匹で来た実力者だよ。何かあったんだろうな。もういいわ。ビリジオン。確かにケルディオが来てなかったのは謎だけど、考えてはわかんない。ケルディオが残したフリーズムの声が、手紙の内容と違うのもわかんないしね。投げ入れになってるわけじゃないの。ここまで来て私、わかった。フリズムにあったケルディオの声。あの声は紛れもなく私の知ってるケルディオ。手紙のケルディオはひどかったけど、でも声のケルディオは何も変わっていない。そこまで来て、やっと気づいた。私、ケルディオから手紙が来て、読んだ時から友達というものが信じられなくなったけど、私にその気持ちを植え付けたのは、ケルディオでも誰でもなかった。私に不信感を植え付けたのも、それは、手紙を見て失望した、私自身の心。ビリジオンってオカマなの？いや、女の子じゃないの？普通の。知らんけど。私が勝手にがっかりして、勝手に作り出したもの。わからないことがたくさんある。であれば、真実もまた別のところにあるかもしれない。ね、もう一度信じてみようって。あ、ケルディオね。いいこと言うね、みんな。なんか、疑ってかかるより、やっぱ信じてみるってことの方が大事なんだよね、やっぱ。みんなもね、まず俺を信じてくれよ。うん。多分俺は特にね、何もしてないけど、みんなをね、がっかりさせるようなこと一度もしたことないと思うけどさ、俺を信じてみてよ。ね。たとえどんな難しいゲームがあっても、ダイダラならクリアできるってさ、そう信じるようにさ、うん、あいつなら絶対やってくれるって。ね。そう信じてみてよ。俺は、ちゃんとさ、答えるからさ。ビリジオン。これまで私ずっと嫌な奴だったと思う。でもみんなに会えて、そして一緒にここまで来れて、やっと信じる気持ちを思い出すことができた。それもこれもみんなのおかげよ。感謝してる。本当に。本当にありがとう。いい、みんな信じてくれた？ありがとうございます。やったー！よかったよかった。ビリジオンのことだけでも今回の冒険は大成功ね。他にも代表が超えたし。氷山の中も驚いたし、氷の城も見れたし、グレッシャーパレスって言うんだね。俺の大飛結晶が本当に存在したとこかな。実物は見れなかったけどね。フリズム、一番宝物よ。じゃああとは、あれ何入ってんだろうな。宝箱の中もらって帰るか。何入ってんだろう。フリズムが入ってたら俺笑うんだけど。だいたら開けてみてお願い。何やと思う、みんな。ダイダラは宝箱を開けてみた。うわー、命の種。壁心、化学物質、銀の針、黒い鍵、金塊スコープ、5000ポケだ。大量だね。結構金くれたね。帰ろう。これで私たちの大氷河の冒険は終わりよ。これからお宝を持って、思い出も持って、パラダイスへ帰ろう。今回の冒険は大成功だー。イエーイ。これで終わり？このゲーム。いや、なんかお金くれたらすごい寂しいよな。なんかこうしてポケダラスの大氷河の冒険は終わり、ダイダラたちはパラダイスへと帰っていきました。そこに待っていたのは宿場町のみんなや
え、エンディングこれ。パラダイスの仲間でした。みんな、代表がの話が聞きたくて仕方がありません。その日はみんな、宿場町の食堂に入り浸り、土産話やお宝を魚に、朝までどんちゃん騒ぎで盛り上がったのでした。なんか、絵本みたいな感じだけど大丈夫これ。まだ続けるよ。